小林豪、東京八王子市出身、38歳、プロ歴は約19年、自身の所属する麻雀連合の最高タイトル称王を3度獲得、他にも数々の輝かしいタイトルや賞を獲得している。獅神降臨、麻雀の鉄人といったさまざまな麻雀番組にも出演し、今では売れっ子のトッププロ。スーパーデジタルのキャッチフレーズを持つが、自らスーパーデジタルを名乗ったことは一度もないという。理由はデジタルという曖昧な麻雀用語を使いたくはないからとのこと。今では毎日のように画面の中で見かける小林プロ、今回は画面の外の彼を少しだけ追いかけてみた。この日は自分が所属する団体麻雀連合の理事会。麻雀プロは麻雀を打つだけではない、プロ団体の運営をすることも非常に大事なことである。続いては麻雀教室で働く姿を撮影させてもらった。リンチ、めっちゃ入った。何を言いました？6、7、あれ、なんだろう、12,000です。あれ、間違い減った。あの人完全に狙った。同卓して麻雀を教えるだけではなく、接客もお手の物である。他にもお客様の成績管理や店内の掃除などしっかりと仕事をこなしていく。卓の掃除においては見事な腕前である。そんな小林プロでもたまにはこんな一面が。なかなか直すことができない。見た目とは違い、ちょっぴりお茶目な部分を見せてくれた。最後に少しだけ質問をしてみた。まあ、ちょっと苦手ですけど毎日やってるんで、まあまあなんとかやらせてもらってます。それはちょっと大きな声じゃ言えないですね。わかりました。なんか向こうの方から笑い声が聞こえたんですけど。何するんですか？いや、全くしないですね。まあ友達もいないんで、あんまり誘われることもなく、元からそこそこ強かったとは思うんですけど、まあ練習すればいいってもんでもないんでね、いかに意味のある練習をするかどうかだと思いますが、まあ、僕は濃い実践をたくさんこなしてるんで大丈夫だと思います。まあ、僕の麻雀だけじゃなく、みんなが一生懸命努力して新しい麻雀を作ろうとしてる姿が見れると思いますんで、今までの麻雀番組と違った麻雀番組になると思いますが、見ていただきたいと思います。麻雀プロ小林豪、実践で鍛え上げられたスーパーデジタルがこの番組を経てどうアップロードされるのか、この番組にどう影響するのか、システムダウンするその時まで彼は麻雀を解き明かし続ける。